はい、今回も魔界戦記ですがや6をプレイしていきます。前回、虹色戦隊にチレンジャーである虹のピよりは、強さこそが正義と知ったのだった。そんなジャニ様みたいな思想で、果たして視聴率は取れるのか、ってところだな。ち、余計な道草食っちまったぜ。急いで破壊神のところへ向かうぞ。はい、虹ゼットさん。虹色戦隊虹レンジャー、勝利に向かって出動なのです。誰が虹ゼットだ。俺は虹レンジャーなんぞになった覚えは1ミリもねえぞ。いいじゃないですか。虹ゼットさんに虹キングさん、虹プリンセスさんに虹ワンコちゃん、ほら7人揃って虹色戦隊虹レンジャーの完成です。7人揃ってねえし、全然完成してねえよ。まあまあ良いではないか、虹金。良い響きなのである。波乗り覚えそうな名前だな。ミドランから進化しそうっていうのも悪くないわね。ラララ愛の戦士虹プリンセス。この私が虹ワンコちゃん、かつては賢者と称えられたこの私が虹ワンコちゃん。ぬるっと戦闘に入ったな。今回のミッションは敵が来たようだな。何も効果がない黄色パネルに小道を進んだ先にジオシンボルと敵、ふむふむ。まず、一つの小道を行った先でジオシンボルを持ち上げて、黄色パネルにメリット効果を乗せれば有利に戦えそうだね。まあ、そんなギミックに付き合う気はさらさらないがな。ガハハ、シネイ。超高難易度モードでまた会う日まで、ここのギミックは忘れ去られるのかしら。見たかい、ピヨリちゃん。これが圧倒的な力というものだよ。勝つんじゃねえ、勝つから正義なんだ。そして勝つためには誰にも負けない力が必要だ。うん、すなわち金の力である。おる愛の力よ。違う、必要なのは神だろうが魔王だろうが一発でぶっ飛ばせる絶対的な力だ。虹ジェットさんはその絶対的な力を手に入れて何をするつもりなんですか？決まってる、破壊神を倒すんだ。なぜ、なぜそこまで破壊神に執着する。そなたの執念は尋常ではないのである。私も気になるわ。死んでも死んでも諦めないの、この普通の王子様に。それはお前らには関係ねえよ。く、まだシュセンドルやメロディアさんへの好感度が足りていない。いやまあ当たり前か。自分の辛い身の上話を打ち明けるには微妙すぎる新鮮。まあこのまま次の話にも行くぞ。ねえゼット様、さっき言ってた絶対的な力ってどうやったら手に入るのかしら。それが分かってれば苦労しねえよ。金の力でも愛の力でもないとすると、全然分からないのである。絶対的な力ですか。あ、それならいいものがありますよ。なんだそれは、早く教えろ。はい、虹レンジャーの宿敵である悪の秘密結社が秘密兵器を完成させたという噂を聞きました。
この世界を一瞬で終わらせるほどの威力を秘めた恐ろしい新型化学兵器だそうです。よし、それだ、その秘密兵器を奪いに行くぞ。はい、虹色戦隊虹レンジャー、正義のために出動します。正義とは一体？この世に正義などない。要は勝てばいいのだよ、勝てば。この番組本当に子供の教育に良くないのである。悪の秘密兵器を奪いに行くのもワクワクするけど、まあ子供の教育には良くないかもしれない。で、今回のステージは高低差がきつくて、四角形のフィールドにまばらに敵が存在する、フルバーストで倒しづらいステージだね。フルバーストは上下 48dm の敵に当たるのか、ちゃんと覚えておこう。カーソルの位置の高さは右上で確認できるよ。しかし、高さの単位である dm って何なんだ？さあ、ディスガイアメートルとか？増援まであるのか。まあ悪の戦闘員に増援はつきものだからね。ここからは可視眼速での様子を眺めていくとしよう。では始めましょうか。Z と主戦力の2人が1300万ダメージを出しとる。やっぱこの2人の格が違うな。 Z と主戦力はかなりのフル株だからね。どっちも転生ボーナスで余ダメージ上昇プラス 200% しか ATK 素質を100ぐらい上げたりしてたよ。後の方に加入したキャラは育成が遅れてるんだよな。仕方ないけど。もう合計で視聴率が 22% 上がったんだな。すごいな。正義は勝つ、勝つから正義ですね。ねえ、ひよりちゃんはどうしてそんなに正義にこだわるの？それは正義を貫くのは虹レンジャーのリーダー虹レッドの使命だからです。私は先代虹レッドからその使命を受け継ぎました。だから正義を貫かなきゃならないんです。ふん、ではそなたにとっての正義とは何だ？この二人、強靭ムーブを忘れたかのように、真っ当な質問をしている。それは…勝つことです。勝つことが正義なのです。それは Z に洗脳された歪んだ正義なのである。正義とは何か、自分でもまだ答えがわからないの。面目ない。実はそうなんです。おい、何をグズグズしている。早く秘密兵器のところへ案内しろ。あ、はい。こんなことじゃお兄ちゃんに顔向けできないのは分かっているけど迷っている暇なんてない。とにかく何でもいいから正義を貫かなきゃ。気が合うな、ピヨリちゃん。私も迷っている。暇なく動画を投稿し続けてるぞ。何でもいいからっていうのは言い方が悪いけど、とりあえず行動してみるのも大事だね。といったところで、今回はこの辺りで。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。